天皇陛下ご即位10年をお祝いする国民祭典は1999年11月12日に皇居前広場で開催された第125代天皇陛下の即位10周年の祝典行事である。主催は天皇陛下ご即位10年報祝委員会と天皇陛下ご即位10年報祝国会議員連盟。森重久や 北島三郎、森新一、橋幸男、布施明、谷村真嗣、西条秀樹、松崎茂、藤岡博高知昇、中西慶三、グレー、黒木瞳、竹下慶子、宝塚歌劇団、星組、斎藤慶子、高島玲子、安室奈美恵、スピード、吉木、草野仁志泉元や加藤義夫、松本礼二、小林義則草刈田民佐田春。 長島茂雄、星野瀬日、野茂秀夫、松坂大輔らもするい、中山正史、伊原正美、川口農活、上昇寺松岡修造、伊達美子、沢松直子吉田秀彦、田村良子清水博康、岡崎智美武蔵、アンリ式典では、ピアノ競争曲形式の奉祝曲、アニバーサリー合式、川本光治,治、ピアノ良式によって、午前演奏された。 放縮曲は制作当初20分以上の長さであったが天皇と皇后が起立した状態で聴くと知らされ8分弱に短縮したというメロディには決していいことばかりじゃなかった10年間悲しいこともあり苦しいこともあり楽しいこともあり暗いことがあっても明るくなって最後は明るい未来に向かっていくという思いを込めたという吉木は翌2000年4月27日の 春の園遊会に招かれ、母親と共に出席した。小森洋一、石田秀隆、大田智明、高橋哲也は、X ジャパンの吉木が、宝祝曲を式典で演奏することに対し、吉木への公開質問状を出した。また、石田秀隆は、世界に、失われた10年の祭り天皇在位10年、国民祭典を見ておきこうし、吟義を表した。ありがとうございます。